谷さん圧倒的な成績でシーズン3度目の週間 MVP。 ナリーグはドジャース大谷翔平が選出された。今季リーグ最多3度目の受賞で、エンゼルス時代と合わせて通算10度目の受賞となった。当然の結果と言えるだろう。同期間、大谷は全7試合に出場して32打数16安打で打率5割、6本塁打、17打点、7盗塁という圧巻の数字を残した。最高の1週間だったな。いろいろ起こりすぎてもうすごすぎてよくわからん。50-50達成、3割到達、1試合10打点、イチローの得点記録更新、松井の打点記録更新。やりたい放題やんけ、なんやこれ。50-50いけるかなって思ってたら気がついたら53-55になってた。50-50厳しいかもって風潮なんやったんやろな。まさか9月谷が6月谷に匹敵するとはね。